どうも。じゃ、決まりだ。遺跡っていうくらいだから、暗くてジメジメしてるんだろうな。それは楽しみですな。おっさんはフォレストランドに行ったことあるのか。いや、ない。それどころか国境に近づくことすら許されなかった。ゼウにとって不都合なことがあったんだろう。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃない。水が戻ったらまた増えるんじゃね。出てくる場所に注意しろ。地面に大きな衝撃を与えれば引きずり出せるかもな。砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。地面に大きな衝撃を与えれば引きずり出せるかもな。どうも。